こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の1月13日を1時間半ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は79.4ということで、ちょっとね、ETF の承認の後はちょっと落ち着いてますね。はい、これ30分足、冷やしにしちゃいましょう。冷やし、ちょっと上がったけど、まだここですもんね。まあ、なかなか90に行こうと、100に行こうと。いう感じではちょっとなくなってきてますね。はい。他も含めて1週間でこうやってやると、5日ぐらいでこう下がってるのが見えますね。イーサリンは強いです。はい。じゃあ、ツイッター見ていきます。はい。本当に ETF の承認からいろいろこと、話題にはこと書きませんけども、ビットタイムス、現物ビットコイン ETF の初日の資金流入額が判明と。これはちょっと昨日お伝えしたので、こちら、なぜビットコイン価格が急落したのかと。少し下がりましたよね。ただまあ、下がる話はちょっと読みたくないので。BTC はあなたを守る資産クラス。ちょっとこちら見ていきたいと思います。はい。ビットタイムスの記事です。ビットコインを資産を守る価値の保存手段として評価と。現物のビットコイン ETF の上場承認を得たことで注目を集めている世界最大の資産運用会社、ブラックロックのラリー・フィンク CEO は1月12日に CNBC の番組に出演した際にビットコインやビットコイン ETF について語りました。ラリー・フィンク氏はもともとビットコインに対して懐疑的であったものの、現在はビットコインを価値の保存手段として機能する資産クラスとして評価しているとのことで、ビットコインはあなたを守ってくれる資産クラスだと語っています。私は世界が恐怖を感じ、人々が地政学的なリスクに対して不安を感じている場合に価格が上がると信じています。これは何千年もの間、金が象徴してきたものと何ら変わりません。ビットコインはあなたを守る資産クラスなのです。また、同社はビットコインは最大供給量が限られているという点で、ゴールドとは異なるということも説明しており、新しい金を製造する金とは異なり、ビットコインの供給量はほぼ上限に達している。私たちがやろうとしているのは、富を蓄えることができる手段を提供することだとも語っています。はい。現物イーサリアム ETF にも普及。ラリー・フィンク氏は今回のインタビューの中で ETF 承認を拡大する可能性についても言及しており、私たちは各 ETF はあらゆる資産クラスを変革するテクノロジーであると信じています。これは始まりに過ぎず、ETF を全体に組み込む必要があると考えていると語っていますと。飛ばして、同社は今回のインタビューの中で、私はイーサリアム ETF に価値があると考えていると述べており、これらはトークン化に向けた足がかりであり、私たちが目指すべき場所であると信じていると語っています。ブラックロックは昨年11月に ICS イーサリアムトラストと呼ばれる現物イーサリアムの ETF の申請書類を提出していますということです。ブラックロックでしたっけ、エーダが含まれているファンドもね、あったと思うので、まあ、イーサリアムの利益は、まあ、あるとターンにね、その頃になってくるような気がします。はい。コインポスト、ビットコイン金融取引の公式単位に、採用したホンジュラス民間認可都市のプロスペラとはということで、エルサルバドールがこの辺ここですね、ここ。で、また中東じゃなかった、すみません、中米ですね。はい、ここの島ですね。はい。ビットコインを金融取引の公式単位に採用したホンジュラスの民間認可都市プロスペラとはと。ホンジュラスのロアタン島に位置する民間企業運営の、経済特別開発区プロスペラが、暗号資産ビットコインを様々な金融取引における公式な単位、すごいですね、公式っていうのは、採用したことが発表された。この決定により、プロスペラにおいては企業がビットコインを用いて資産や負債を評価できるようになる。また、税金の支払いにおいてビットコインが選択可能となるほか、エリア内で商品のサービスの市場価値の規則で様々な商取引においても利用が可能になる。プロスペラ GDE の財務総監、ホールヘ氏はツイッターで、経済的および金銭的自由の強い信念を表明、人々は自由に選択した通貨で取引、会計管理、納税申告ができるべきと述べた。はい。ビットコインを税務上の会計単位として採用したい法人は、クラーケンやコインベースなどの承認された主要な仮想通貨取引所を参照して、プロスペラの税務委員会に通知書を提出する必要がある。はい。ということで、まあ、ここも公式にビットコインを使っていくということですね。
ただ今見た通りね、本当にちっちゃい島です。ここですね。はい、クエンスルバドル。はい、そしてちょっと次の話題としては、今日ミートアップがあったのでちょっとそちらに行ってきたということをご報告したいと思います。銀座というか新橋かな、はい、こちら銀座ユニークというところで、やってきました。だいたい10人ちょっとかな、15人はいたかな、どうかなっていうぐらいの方がいて、まあ、ゆうたさんとかユンセラさんとか、がお話しされていて、で私も自分の案件をちょっと紹介させてもらいましたので、ちょっとそれをちょっとこの場を借りてですね、紹介させてもらいたいと思います。投票登録が15日までですね、カタリスト、はい、ですのでお忘れなきように。ファンド10、前回、投票できた方はそのままできるということですね。はい、で私の案件がこちら、Put CNFTs into Public Circulation as Admission Tickets ということで、CNFT、カルダノで、まあ、NFT を入場チケットとして、バーで、扱って、まあ、それを1年、展開したいなということで、銀座のこのクリプトバー P2P というところです。ちょうど今日やったところとだいぶ近いんですけどね。はい、でここのお店がですね、 NFT の会員証というのを作っていて、でカルダノコミュニティ専用の会員証を、作ります。それで、そういう方は、まあ、安く入れるようにというような感じにしていって、で NFT もちょっと面白いのを作ってですね、こちらで買おうとすると、まあ、皆さんポリゴンとかイーサリアムとかで買うことになるので、それをですね、カルダノで買ってくれよということにしていきたいと思います。イーサリアムとポリゴンとアービトラムでチケットを買えるようになっているんですね。でここに、カルダノというのを入れていくということですね。はい、まあちょっとなんだろうな、マーケットプレイスにちょっと転送するかもしれないですけど、まあ、それはこれから考えていきます。はい、でもう一個はですね、渋谷のフェス、ここで428、4月の28日にやるんですけど、これで渋谷フェスということで、まあ、そこでカルダノの、アートの展示会とか、いろいろイベントをやっていきたいなというふうに考えています。はい、こちらが去年のイベントのざっくりの内容ですけど、こんな雰囲気で、渋谷の、まあ、街のいろんなところで、いろんな、イベントをやっていくということで、はい、結構いろんなところと提携して、まあ、ここの、数年やってる、ここの管理されている方がもともとカルダノのホルダーだったらしいですね。はい、で、カルダノで何かやりたいなと、なんとなく思ってたところに、まあ、エキスポとかで、我々がやってるのを見て、何かやりたいなと思ったということで、実際にね、本当に、やる気満々で動いてらっしゃるので、はい、ぜひ、東京の方はね、本当にイベント行くつもりで、楽しみに投票してくれるとありがたいなと思います。はい、でカタリストの日程ですけど、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、投票の開始日が、1月の25日ですね。はい、で今さっき登録がもうすぐですよと言ったのが、1月16日か、はい、あと2日ぐらいですかね。はい、ということでご注意ください。はい、でぜひまた投票が近いのでですね、ちょっと何度かこの話はさせてもらうかもしれませんけども、よろしくお願いします。はい、では値段に戻りまして、79.1 円ですね。はい、14,012.9×79.1 で元本が10万円ですので、計算しますと、108,420円のプラスということになりまして、1008% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。